1 Ready Go お、あ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 、これで大丈夫だな。は、コーリーがいない。まあいいや。まあコーリーはブレードアークスか。ブレードアークスでしょう。ええ、はい。じゃあやりますか。おい。はーい。じゃあ、はい、じゃあランバと呼び出していきますね。やりましょう。はい。あ、すいません。じゃあまず今日初参加のレシオさんと。呼び出していくとマグロさんいますいない、マグロさんいる、マグロいないいないで、なナルさん、じゃあナルさん、ナルナル、いない、じゃあいる、じゃあ開幕がナル、とレシオと、はい、じゃんけんで、まあここからこんだけですね、じゃんけんで 1P、2P だけを決めてってください。さあ各州でやっています、バーチャファイター3ランキングバトル、じゃあ始めます。さあ、今日初参戦、レシオさん、なモエジャスとかやってる人なんですけどね、なバーチャー3やるのは初めて見ますけど、キャラはジェフリー、ジェフリー、まあジェフリーもね結構いい感じで、強キャラではないかなと俺は思うんですけど、さあ、まあ、真ん中ぐらいですかね。真ん中ぐらいですか、なんか結構、俺は初心者に優しいようなキャラだと思うんですけど、あ、まあそうですね、はい、さあ、で膝で浮いて、さあ、なるは、なるはバトルクロード全一ですからね、なんて言ったって、なるほど、竹内さんがバーチャで、バーチャ、まあ、疑似 3D 的な、モーションキャプチャーゲーム、はい、ジェフリーの全一ですから、さあ、スプラッシュ決まって、レシオ2さあダウン、まあなんかあれですよね、 2と3、はい、あれね、2も残しつつ、なんか 2と4の合いの子みたいな感じで、ダウンしたらダウン攻撃入れちゃいみたいな、まあまあ、なんか、ないんで、ないんで、そんな感じのゲームになってますけど、さあて、さあ、あーっと動いてしまった、でレショウ初勝利おめでとう。ニピオ、ニピオ今日見てないな、いないな、多分ニピオはいないな、ニピオいない、オール、オール見てない、天神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 いない、バト BAD、 BAD さん、
BAD さん、いない。あれだいぶスカスカだな今日。ちょっとね、BT ハイもちょっと近いんで。そうですね。八重門いない、KD いない、チャンバラウいない、カナディエアガイツいないってことはいないな。あ、カナディいる、カナディ出番だけど、なんか他やってギルティやってる、カナディや、あ、なんか動いた、席立ちましたねあ、さあカナディ来た、さあ次の相手はカナディ、ありがとうございます、プレイ中だったのに。さあ BA8 のいつものギルティを、さあそして相手はレシオさん、このゲームで対戦するのは初めてじゃないかな、初めてですね。さあカナディ、カナディといえば合気道、ブリキでも合気道キャラを使ってくる。さあ小膝を、小膝これダウン確定ですね。さあ草薙、さあ浮いてショーダウン、膝、あ、さあ小膝を当てて、そしてダウン、チョップチョップ、草薙ダウン少々。あー、さーてでしょう。さあ、この次、この次がですね、チェムルいない、フツさん、フツさんいる、フツはいるかな、フツはどうでしょう。さあフツはいないと、エサー、元ヤワタ、カネパン、池田ミノロク、パッツンカゲ、ミーちゃん、ミーちゃんまで飛ぶのかな、多分。そうですね、じゃあ次はそんな感じで、で、じゃあ、お、カナディ取り返した、1-1、はい、カナディアンマンさん、はい、そう、毎回こう着実にこう勝って、徐々にこうじわじわランクはね、上げている方なんで。さーて、カナディですね、今。カナディと、ワンピーカーがレシオと。レシオ、モイジャス取ったレシオさんですよ。お、はい、レシオ、今何回勝ってるんですか、レシオは。これ今2、まだ1回目、まだ始まったばっかですよ。始まったばっかり、はい、さあ、もうもはや珍しくもなくなった、はい、コーリーさんですすいませんすいません、レア度なくなりました、レア度なくなってきました。はいはい、はい、相変わらずのコーリーです、はい、あー、で、ワンピガーがワンピーガーでしょ、でしょ、ね、お、カナディが、カナディが、おー、当てみー、今の選択が痛かった。でも体力勝ってるんで、はい、これで2-2、中断ですか、中断ですよ、ね、うん、振り下ろしていく、お、下げて、でも出し切る、おお、怪しい、トップ、ショーダウン、お、下段まで、下段までまあ出し切り重要ですね、出し切り、まあ、たまにやるにはちょうどいい、はい、スプラッシュ抜けてない、痛い、これでいた、さあ2連勝、次がみーちゃん、おほほ、全開ですね。まあランキングバトル、はいはい、まあ今当たり前になった方式とはちょっと違って、うん、要はランク順に下から順番にずっとのじ合いをやっていくっていう、ね、非常に分かりやすい方式で、勝てば勝つほど上がっていくっていうね、はい、勝てば勝つほど上がって、ね、はい、そして連勝回数がトップであればあれですね、魔界との戦いが待ってるっていうね、まだムーミン谷ですからね、まだ谷の底で、谷の底ですかね、谷の底ニョロニョロしてますから、ニョロニョロとかまだ生存確認されてますからね、するところ大丈夫ですよ。まあそんな中、はい、さあ、こっちみーちゃん、膝リオンダウン、みーちゃんがリオンですね、みーちゃんリオンですね、そしてレシオさんが2連勝中、はい、これ決まる、あ、決まる、さあスプラッシュが決まっていく、いいですね、気持ちいいぐらいスプラッシュ、いいスプラッシュ、いいスプラッシュ、さあそうはさせると、膝入って膝、下段、下段、さあシャカバン、おう、下段、岩田選挙台、選球隊、一応下段なんですよね、あのモーションで、あれも下段なんですね、あれ下段なんです、膝、小膝、ちょっと浮いたら膝をもう一回、小膝強いですね、いい
膝、いい膝ですね。膝、いい膝、膝小膝、膝、戦慄の膝小僧ですね、これ。いや膝大好き、膝大好きでしょ。膝大好き。いくか、膝。もう分かっているぞと。当たるまで膝。あれですね、地に足がついた膝か、ジャンプした膝かどっちかですね。ジャンプした膝。ジャンプした膝。あ、これはちょっと痛かった。このまま押し切るか。膝、膝、ルパーンと。油断してると膝が飛んでくる。ああ、結構。膝、パーンと。さすがにもう膝だけではっていう感じは。膝だけではね。してくるんですけども、もう膝見せすぎた。でも十分これでご飯食えますね。食えますね、ええ、ジェフリーの膝おかずとしては十分という。ジェフリー膝いいですね。膝いいですね。僕もなんかあのジェフリー使いたくなってきますもん、こんだけ見てると。あの某栃木の、はいはい、あの有名バーチャ実況プレイヤー、はいはい、なんでも実況プレイヤーの人がジェフリー勧めてましたけど、はい、ジェフリーやっぱ膝だと、ええ、膝だといい膝という間に。でもマッチポイントですよ、みーちゃん。もうでも膝対応は全然できてますね。対応してってないですね。ないな。やっぱり膝強いですね。膝強いね、おもむろに膝、ええ、とはいえ、ね、ミドルもリオンが打たないと、ええ、ご飯のおかずにちょうどいい感じですね、これ。いろいろ混ぜて膝、まあ、刺激で、あー、ヨーダ来た。やっぱり来ちゃった。メインディッシュ来ちゃった。これ一瞬誘いましたね、完全に誘いましたね今。さて、池皿さんはいないな。あ、アキラ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 いた。アキラいるよ。さあ、アキラっていう名前だけどパイなんですよね。パイですね。ええ、アキラだけどパイ。キャラはパイ。パイ。アキラパイですね。アキラパイ。アキラパイ。なんか悪魔パイみたいでいいですね。ああ、いましたね。いましたね。アキラパイ。アキラパイ。ジェフリー対アキラパイ。さあ、今度はおお、持ち上げて落とす。アキラ結構この間連勝してましたからね、はい、前回膝膝やってましたよね。前回魔界挑戦してましたからね。魔界挑戦行ってましたね。ねえ、ムーミン谷からいきなり魔界挑戦して何が起こったのっていう状態を。パイは浮きすぎて逆に入らないが。おでも膝、そして追い打ち、しっかり入る。追い打ち、これまとまったダメージ取りやすいですね。しっかりダウンも取れて。まあ、あんまり連勝しすぎるとね、はい、魔界の門が目の前に現れるんで、ね、それを言うのもどうなの。魔界に咎められるっていうね、あの渋川豪樹みたいな門がいきなり見えるっていう、ね、いきなり連れていかれる感じ、連れていかれる。さあ2連勝、膝だけで飯を食ってるでしょう。しかしアキラは一度魔界見てますからね。魔界見てますね。魔界を見てる人間っていうのはやっぱり違いますからね。で、扉の向こうに帰って、行って帰ってこない人間もいますからね、先週は、前回は。さあ、どうするアキラ、アキラパイ。しかし、非常な膝が飛んでくる。ビビビビ、非常な膝。まだ飯を食う、膝で飯を食う。戦慄の膝小僧、まだ行きますね。さあ、次が、イチジク。イチジク、いますか。イチジク、いない。あ、いる、いた。イチジク、いた。よかった。イチジクが席についた。さあ、イチジク参戦。さあ、レシオがガンガン上がってますよ、今。レシオが上がってますね。レシオいくつなんだっていう話になってきますね、これ。今、4勝なんで。4勝ですよ、レシオ4ですね。魔界の門がちょっと見え始めてる感じ。もう見えてますよ。魔界がウェルカムしてますよ。大体いつもあの3から4ぐらいで最多連勝になってるんで。ああ、魔界に行けるという。ただ、まあ、相手のイチジクもあの、はい、TV 勢なんで。あ、当時元気で、あのピートラハイとか出てた、はい、出てる人間、九州勢ですね。なるほど。さあ、さあ、そんな一軸、しかし今さあ、魔界の門の前に立ち上がったカルマーティービーゼ。さあ、ここで下段出す。そうですね、栃木の人も言ってましたね、小膝と、はい、下段、下がケープラチ、はい、あれだけで飯が食えると。いいキャラですね。まあ、ご飯と味噌汁みたいな。ご飯と味噌汁的な感じで、はい、おっと、メインディッシュは特にいらない。たまにメインディッシュを混ぜていくと、さっきみたいにね、はいはい、スプラッシュしていける、スプラッシュがいってきてるっていう。おっと、これ落ちた。横が落ちる。さあ、1位。さあ、どこまで飯を食えるのか。そうは、ソーセージと食いに行きましょう。食いに行きましたね。ああ、これ、ね、やらしい、必要に出していきますね。いいですね、これ。さあ、膝、おっ、そこを
そうはあれ、スリーは抜けられないんだっけ。ダウン投げは、ね、スリーは抜けられない。ダウン投げは抜けられない。さあて、さあ魔界の門の前に立ち上がったから一軸。一軸やはりここまで来るとさすがにもう飯は食わせねえぞと。もうあ、1,2,3 と出し切っていったか。今を投げる。そしてさらに追い打ち、落ちていく。あー、ここで一軸勝利。4連勝でストップだけど大健闘、おめでとう。おめでとう、レシオ4連勝。ゴムト、ゴムト、ゴムト。あ、来た。でも4連勝したってことはこれはありますよね。ありますね。それは、ええ、魔界戦が、魔界大冒険が、ええ、魔界大冒険が、魔界大冒険がありますよ、これ、さあ、先ほど勝利した一軸、満月参加生がやってきますよ。やってきますよ、ええ、青に対してジャッキー、ジャッキーのゴムト、ゴムトジャッキー。さあ、その名の通り、ボンブとはやってなかったのかな、当時。当時はね、多分やってない。最近のなんかゲリラとかに触発されてちょっとやってる感じですよね。地元の多分後輩、俺もよく分かってないんですけど、はい、さあ、1本目一軸、一軸、ピザ。さあ、ステージは何気に週のうち。ここだとでも青い結構技すかるんで、はいはい、あんまり美味しくないと。ないところ、葵側は逆に相手のミスがこう増えるんで。あ、なるほど。葵側が使っても全然、まあ、その分ダウンとかめちゃくちゃ減ったりとかするんですけど。なるほどなるほど。さあ、キック。さあ、葵がガンガン押していく。投げも通る。一軸が、さあ、ゴンブト、これは減る、これは減る、これは減るね。いや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 、マラル、さあ、ゴンブト、ゴンブト、あお、さあ、一軸、三立て。さあ、これで一軸が2連勝。ルパンいない。マサオ、マサオジャンプの方のマサオ、マサオはいない。マサオはいない。マサオいない。コーリーマサオはいますけど、はい、私はいますが、はい、じゃあ、ジョニキ、お、ジョニキだよ。もう先ほどからやる気満々で待ってました。今か今か、俺の出番はまだかと待っていたジョニキ。さあ、俺も同キャラなんだよねと。違った、ストライプの半袖シャツでございます。あれ、青いなんですか。今日前から、おい、ジョニキ影ですよね。あ、そっか、ジョニキ影か。こっちだとノジャイだとなんか 青やって草薙バック打ってるクソ青いですけどね。ここは、お、投げ通る。そしてかかと、さあ、ジョニキ、おー、かかと、まずは一本ジョニキ。さあ、強キャラを使っていくジョニキ。さあ、投げ通る、上を通る、中段払って、5番、いやー、タイトリーガード投げて、追い打ち、入る、痛いない、あ、結構地味痛いのね、これ。まだ入る。減りますよ、これ。うわ、さあ、BBB と。1-1。ブンブンと振り回していく。お、当て身取ってく。いいね、いいでしょ。さあ、投げ、通る。これで半分。肘。ミドル、タイトリ。タイトリは投げ角なんだな。これが痛い。そしてここまで、まあ、タイトリではないけど、タイトリじゃない、タイトリみたいなやつ、うわお。そうだ、見た目がタイトリなんだけど、つむじ蹴りね、つむじ蹴り、つむじ蹴り。なんだかんだで減る投げ、あ、いいですね、おなじみの影っぽい、おなじみの影っぽい蹴りですね、影っぽい感じ。さあ、ビビビ、どうする、おっと、狙ってたか、これ当心ね、これポジション完全狙ってたポジションですね。さあ、一軸これで4連勝、3連勝、鉄さん28号、ロケットマンいない、長谷川いたぞ、さっきいた長谷川いた。さあ、来た、そろそろ、さあ、次の魔界の門番が、魔界の門番が、長谷川さんも魔界の入り口見てますからね。地獄を見た、初回で、はい、
さあ、ワンピーが、ミカドチェフリーこと、長谷川。長谷川。ツーピーが、もやっぱり、TBJ 違いますね、うん、動きが。動きが。うん。おっ、当てていく、喧嘩アッパー。アッパー殴ることもできる。さあ、レシオを見ているが、ジェフリーはこうして使うんだって。こういう使い方もあるんだ。こう使うんだ。ほら、アッパーだぞ、アッパーだぞ。アッパーだぞ。アッパーからのコンボだぞ。さあ、そうしてけだん。さあ、レシオに対してのアンチテーズと言わんとばかりギターを使わない一切使わない、あ、しかし振っていく、たまに振っていく、やっぱ膝楽だよね、膝はね、スパインアンジュでちょっとね、当たりづらかったりは、おお、これは痛い、ジャンプ攻撃、さあ、シャコバン、おーと、払われて、まだあるぞ、どうぞ、持っていかれる、イチジク強いぞ、イチジクブンブン来てますね、踏む、さあ長谷川ジェフリー対イチジク葵、長谷川出していきますよ、もうもういろいろ封印を解いてますよ、封印解いてますね、あれを使うしかない、これをやるしかない、これをやるしかない、これが減る、おこれは入らない、しっかりかわして投げリフト落とす、踏みは入らない、よく避けたが、ピピダッシュエルボーアッパー大好きですね、長谷川さん、かっこいいですよね、おっとっとっと、投げ、入っちゃうんだな、ここまで、これはいかない、おー、ナイスガード、あー、当たんない、ナイスガードだったが、アンジュ、おっ、おっ、半分減らしたけれども、いやー高さの、これが 3D、 これが 3D、 これがアンジュレーション、アンジュレーションですよ、 3D の恐ろしさ、そうだんだんこの 3D ビジネになるとダッシュが高速になってきて素早い感じになってくる、ね、さあ踏みも入る、そしてダウン攻撃、さあどうする、うーくさらぎガード、何もない勝負、おーっとこっちか、投げ抜け漏れにも見えるが、さあチョップ、タイムアウト、長谷川勝利、長谷川勝利、さあこれで4連勝よということで、慎吾さんですね、あ、慎吾、慎吾、はい、慎吾ですね、さあこれでイチジクとレシオさんが 4-4 で並ぶと、イチジク3連勝かな、3ですね、あ、3か、はい、3か、イチジク3で、で4連勝長谷川が阻止、あ、4連勝を阻止ということで、じゃあ未だにあの魔界の門の入り口を見る権利があるのはレシオと、レシオの膝が、レシオの膝が魔界の門を叩くときか、戦慄の膝小僧が、イグナショフみたいな感じになってますよ、さあ信号98でファイト1レディーゴー、さあ信号、さあ長谷川さんもんごぱい、さあ長谷川さんも行くかもしれないですからね、はい、長谷川さんもここからここから、ま、魔界の入り口4連勝で見えるという、4連勝、あと3つ勝てば魔界ですからね、魔界行き、さあしかしそうはさせじと、おー信号うまい、立ち穴のが信号、下段からアッパー踏んで、まず1本、さあラウンド2 1-0、まず距離を取って、しかし一気に近づく、おー、スプラッシュは入る、踏んで、おー、膝、しかし何も起こらん、さあ、PVP で返して、さあ、長谷川、膝、おいち、膝ダウン、もうこれワンセットですよ、膝ダウン、膝ダウン、膝ダウン、一つの技です、おー、叩きつけた、おスラッシュマウンテン、踏んだ、アッパー、肘、アッパ ー、 アッパーからもう一丁、まだ生きてる、大事、さあシャガバンからスラッシュ、下段投げ、パーボム、これはボムですね、パーボムの方、パーボム、そしてLJ いるかな、あ、LJ いた、LJ、さあ今2連勝中、その次に、あ、今日初の、次マリラさんが、マリラさんが、そう、
さあ LJ はジャッキー。さあおジャッキー LJ 何の略？ LJ 何の略？ラブジャッキー。何あこれはお押し出し土俵、押し出し土俵、さすがしも土俵です。はいはっきよいさあ土俵、さあ土俵吸収場所も始まりますよ。ほらやっぱり、あら押し出しやると思った不穏な下がり方してましたからね、完全な露骨ですよ、露骨な下がり方してましたよ。露骨な下がり対して、おお、また来たとき、タッコまだこれでは落ちない。しかし逃がさない軸移動、逃がさない軸移動、とりあえずダメージこれだってもいい、相手を落とせばいい、落とせばいい。しかしあー蹴り蹴り、この蹴りかっこいいが、あー陽一さあどうする、下段ガード、おお、やったやったやりおったやりおった、よく見てました。さあ3連勝目、これで3連勝、あと1本、勇気マニア、あ来た、お勇気マニラ。さあこっからの参戦ってことは結構な実力者と、そうですね、 TV の時、はい、まだ全然若手だったんですけれども、はい、一応決勝トーナメント、アテナ杯とかの決勝トーナメント行ってたんで、赤じゅうたん踏んでるぜ。まあ当時は、ね、あ当時なかったもんね、当時アテナ杯は、アテナ杯はなかったんですけど、勇気、マニラです、ね、さあアキラで参戦、もちろんアキラです。アキラさん、何かと今話題のアキラさんですよ。アキラさんも話題です、家庭用でも登場、アキラさんですよ、家庭用でようやくみんな使えるようになりましたからね。ゲーセン使えないですかね、あれ。ゲーセン使えないですよ、みんな楽しく使ってますよ今、アキラさんを。さあそんなアキラで押していく。さあスローも、さあこれに勝てば4連勝、しかしそうはさせないと、そうはさせると強敵現る。さあとさあどうする、おおいい、オッケー、いい、投げてしっかりアッパー、おいきます、おお入った、ああいやーなんか、いやとがめられましたね。ここからだんだんムーミン谷にニョロロロが出てきて大変ですよ、ムーミン谷この辺の方が連勝厳しいですからね、そろそろもうこう冬は去ったと、はい、ムーミン谷に春が来た、春が来た、春がやってきたよ、本当に春なのかどうなのか。さあしかしこのままでは終われない、スパインでけよ。さあ1-2、しかし押していく、押してまいる、押してまいる、押してまいる、おおやるか、いやー膝、頭膝、頭膝、さあスプラッシュ、スプラッシュ、近づいてきたところ、これはもうノリノリですね。さあこのノリに乗って、しかしそうそうない、とがめていく、ゲダン、ゲダン、肘、肘、リモン、リモン、おお、これは避ける、これは避ける、あっ、あー、肘で押された。さあこれで勇気マニア連勝止めて、さあ次薄着のお兄さんいないね、里屋見てない栗太郎、モナミアキラもいない、毒ガス王子いない、マツルサラいない、だいぶこれ欠席ゾーンですね、欠席ゾーンですね、ここら辺あの BT 杯今、はい、FS 調整班ですね、そうですね、ドラゴンウルフも今日はいない、ドラゴンウルフも、FF 調整に入りましたね、一気に北口ジャッキーまで飛んでしまうと、うん、じゃあこの間はちょっと枠取り直しますね、はい、この間にじゃあ枠を取り直します。さあ北口ジャッキー出番ですよ、北口ジャッキー出番ですよ、北口ジャッキーさん、そして枠を取り直します。ニコ生普通に枠取って、あ、OK ですよ、OK ですよ、 OK ですよ、いいですよ、単純にキャラ選択してる間に始まると思うんで、はい、開始、そしてこっちが配信が一番上を選ぶ、はいはい、あ、やばい、重いな、今日ニコ生、あれ、これ取れなかった、
いや、ここに放送開始のね、あれが出るんだけど、それが押せない。遅い。あ、遅いんだね。遅い。なん、今日やたら重い。重いですね。はい、放送開始。あ、放送開始。さあ、しかし、その間にジャッキーが1本取ってますよ。さあ、北口ジャッキー。北口ジャッキーが、まずは1本選手。早いっすね。しかし、今度は、マニラが返していく。たまには押していく。ノー投げ。北口ジャッキー2本 2-0。 後がないマニラ。連冠。おー、かっこいい。おしゃれ。かっこいい。いいですね。ゲージ使わなくても出せるんだよ。ゲージ使わなくてもやれるよ。やれるよ。おー、オッケー。あ、キリングだった、あれは。さあ、投げ。体力5分。しかし、一気に切り返す。ピケ。おー、追い打ち。まだ残ってる。おお、かっこいい。ちょっと残り。いやー、今のはちょっと合わせミスったか。さあ、北口ジャッキー勝利。お、悟空いるかい。いない、アオチいない、イノヒいない、ザボン、ザボン、ザボン、いた、あ、ザボンいた、ザボンいた、ザボンさん、ザボンさん、じゃあザボンさんの次、雅子様なんで、ええ、ザボンさん、ザボンさん、まだ、今日はね、ノーミスの上位陣が結構欠席なんで、はいはいはい。多分リカちゃんが一番上なのかな、今日来てるメンツの中では。おえ、ケンシロウもいない。ケンシロウもいないんで、宮内影もいない。いない、いない。ココゴもいないんで。ココゴもいない。じゃあリカちゃんが一番上になるのかという間に、谷代表、ザボンが。さあ、ザボンが1本ですね。さあ、ワンピーが、ワンピーカーが、ワンピーカー北口、北口ジャッキー、はい、ツーピーカーがザボン。さあ、ザボンが今日は2本取ってますね。あれですね、今日 BT 杯出るのに 3TV をやりに来てるモサは、はい、シュート、シュート、ゲリラと、スケルトン、はい、エントリーしていて、今日 3TV をやりきてるのはこの3人。他はみんなちゃんと練習していると。さすが魔界の魔界の中人。昨日スケルトンとあの渋谷の世界で会いましたからね。ああ、ちゃんとやってるんですね。さすが、両方やって。っていうやってるうちに、これはザボンが勝利。ザボン勝利ですね。じゃあ、雅子様お願いします。はい。で、これから一気にリカちゃんまで取っちゃうのか。雅子様の上がもうリカちゃん、ね、リカちゃんしかいない。おお、なんで、じゃあこの次の勝者が1位決定戦になりますね。はい、この次が1位決定戦。さあ、雅子様。さあ、で、1位がまた魔界の門を叩く権利をもらえると、はい、もらえるという、はい、ですです。もう一つの権利ですね、はい。で、魔界の門は、2連勝することによって、魔界から魔界に行けると。魔界に行ける、さあ、ここでまずザボン1本。さあ、投げ、下段、おっ、肘、あ、肘からミドル。さあ、じりじりとして蹴り上げて、おザボン強い。さあ、ザボン、ザボン強いぞ。おっと、投げて、はい、ダウンも入る。ダウンしっかり。おっと、おっと、通していく。の選択肢は悪くなかったが、なぜか入らなかった。かさあ、冷却、崩して冷却。おお、ナイス。あるぞ、こっからまくった、雅子様。さすがで、ね。さあ、弾力があります。さあ、ミドル、ミドル、列脚、サマー、サマー、
さあこの距離、嫌な距離、下段踏んで、あるぞ、おー払って2位、さあ松本さん2位取り返していく。そうこれのマッチポイント、今日魔界チャレンジのチャンスかなり高いですからね。今日は一気に魔界チャンスいけますからね。魔界チャンスがかなり近いですから今日チャンスですよ、かなりの。そう、おうち、さあ魔界チャンス、さあ魔界ものにできるのは、さあ雅子様この時期だけのチャンスタイム。あーデミーだ、いった、やったやった、マサコ様勝利。さあリカちゃん対マサコ様、さあこれで、魔界チャレンジ、これ魔界チャンス、まあ勝った方が1位ですね今日は。勝った方が魔界チャレンジ、まあもしかしたら国宝とかフラッと今来たら、ええ、まあ、やりますけど、まあちょっと今のところ姿見えないんで、多分あれですね、ちゃん、多分今 BT 杯の調整に入ってるんじゃないかな、入ってるんやかなと。しかしリカちゃんいきなりジャイス、ジャイスイ、ヘルヘル、さあもう一丁逆に投げてエクセレント、そう簡単に魔界へ生かすかと。お互いにとってチャンスですからね。さあ下からまたもやジャイスイ好きやな、またもや心を折るジャイアントスイング、そして投げ 2-0。さあリカちゃんレスラーらしいですね、見事見事。さあマサコ様後がない、体力量も半分、6割。さあリカちゃんこの距離感どっちが触る、うわー来た、思わず声が上がる、思わず悲鳴が上がる、いやーあーどうする、まあ剣道のような。じゃあというわけで、今日いる、魔界の住人が今日ね少ないんですよ、今日3人だけなんで、シュースケルトンゲリラ、シュースケルトンゲリラ、じゃあゲリラが、まあまずレシオと立て続けに、じゃあリカちゃん対、まずは1人目、ゲリラ、ゲリラ、ゲリラがいます、ゲリラが2人倒せばいいんですよ、2人倒すだけの簡単な仕事です、簡単なお仕事です、つまりジャイアントスイング 6回、そうですね、12回投げればいいんですね、12回投げればいいです、1人6回決めればね、ジャイス12回投げればいいだけなんで、簡単なお仕事です、簡単ですね。さあ行きましょう、しかし相手は魔界の住人、投げさせてもくれないね、まだ魔界は早い、そう言いたいかのごとくの攻撃。さあただいまランキング6位のゲリラ、まあしかしね、膝ピーピーピー、あーっとどうする、投げ投げ、うわ嫌な位置、お体力、おミドル、一度さすがにそれはそうはさせない。さあいきなりいった、ダブルアームエルボー、さあ一回投げて、お払っていく、足、おお行ったぞ、いいぞジャイス、1回目、さあまず1回目いけるぞいけるぞ、さああと4回投げればいいだけ、あと4回投げるだけの簡単なお仕事、おいいぞ、おいいぞ、こっちでもいい、こっちでもいいこっちでもいい、やれればいい、よし払った、一度に重要、おっと持ってった、ゲリラ、さあゲリラだ、ゲリラどうした、ゲリラが一本譲っていく、何があったさあこれは何なのか、余裕なのかそれともなのか、さあリカちゃん流れが一気にリカちゃんに来ましたよ、これリカちゃん、さあリカちゃんどうする、おお投げー通る、これはエルボー入ってエクセレン、1人目魔界の魔界の門が半分開いた、さあ続いて立ちはだかるのはスケルトン、スケルトンがギター、まあ新人ですからね、まあそうですね、そうですね、前回、
前回魔界入りを果たした、前回ムーミン谷を卒業して魔界入りを果たした男、スケルトン、まあ、まだ新入りなんでちょっと仕事ここで期待したいところなので。さあスケルトン影、再び影です。さあ影2連チャン。さあしかしもうね、先ほど一度影に勝っている、そういう気持ち的にはやりやすいのかなと思いますけど、そうはさせないスケルトン。やはり魔界の上の人間にも見せつけとかないと。さあそんな中、さあスケルトン、あおっと、おお、これは持ち上げて落とした。あら、アリガー、あらららら、あら、スケルトン、スケルトンスライディング、ヘリー影っぽい投げ、かかと投げ入る。さあ肘はガード、うん、ピピ、いやちゃんと仕事しないと先輩に怒られますからね。怒られますからね、新人ですからね、新人ですからね。さあまだ魔界に人を増やすわけにはいかない。さあ、ね、スケルトン、ま、後ろ向いてる。そう簡単にね、魔界上げるわけにはいかないですからね。おう、さあこれで後がない。さあどうするピカちゃん、肘シャカパン、シャカパン、ピカちゃん、おっと、おー、ジリジリ押していく。やらしい、やらしい、これやられるとウルフやなんだよな。しかしまだ、あー、残念、ここ残念。魔界の本がまた閉じた。このまま、このまま、レシオさん、魔界チャレンジです。魔界チャレンジです。さあこの今日ムーミン谷4連勝のレシオがその勢いを持って魔界に一気に駆け上がることができるのか。さあレシオさん来た、来ましたよ、自分の信じた技を。ファイト1、レディーゴー。さあレシオ、ジェフリー、まずは一人目スケルトン、ジリジリと、ちょっと信じた技を、そう、それでいい。魔界の住人を通じるこの膝、膝、魔界の住人だって人間だと、膝が当たれば痛いんだ。しかし無情にも時間が、そして KO、 完全にガッチスタイルですね、スケルトン。完全にガッチ、刻んで刻んで、相手は谷の住人だぞ。相手はムーミン谷だぞ。谷だぞ、谷だぞ、谷だぞ、谷だぞ。完全に完全にもう容赦ないですね、容赦ないですね。まあこれでいいんですけど、これが魔界だと、これが魔界だと、魔界スタイルを見せていくという。だけど、しかし一矢報いたいでしょう。まだ体力がゼロになるまでは終わらない、最後まで信じて。さあ、うん、うわ、痛い、辛い、辛い、うわ、さあ異常な。じゃあこのまま、魔界戦に突入します。まあもう今日はね3人しかいないんで、ゲリラとスケルトン、そうですね、もう2試合で終わります。いやー、レシオさん残念。さあ魔界戦では、魔界の戦いをお楽しみください。影同士、ワンピー側がスケルトン、ツーピー側が、いやもうこれのどっちかとやんなきゃいけないと思うね。ゲリラですね、ゲリラですね。さあまたシュー、影キラーに、まあまあ影、また影と、のスケルトン、現在スケルトンの方がランクは上ですね。ランクは上なんですね。前回スケルトンが勝ってるんで。そうだ、相当上がってったんですね、はい、スケルトン。新人に駆け上がられてしまった魔界の住人たち。やっぱ同じ魔界同士でもね。さあゲリラ、ゲリラが取っていって1-1。さあ遠距離から一気に詰めて投げ、かかと、上段、払って、
裏回って勝利。投げかかと、どうする、ミドルロー、ノーピピとゲリラがリーチ、ゲリラ、やはり新人には負けてらんねえと。新人負けてらんないですけどね、先週やっ、あ、前回やってしまいましたね。やってますからね、あんなことはもうやらんと。あれは前回サービスタイムだ、はい、もうサービスしないよというエリアですが、しかしもう追い込められてるぞ。さあどうする、スライディング、下段、おお、もう一度スライディング、欲望、一から投げ、さすがゲリラの勝利、新人を見事振りましたね。さあ前回チャンプシュー、さあシュー登場、出番です、影キラーですね、影キラー、影キラーですね。さあ今日のラストの試合です、ラスト試合、ラストの試合です、ランキング1位シューのシュン、それに対するはゲリラの影、最高ラスト、おっ、下段、おっ、小足から寝て、さあ PPP、 ゲリラの投げが、投げ、あー、シューの投げが通る、下段下段下段、おいしい、おっ、裏回ってこっちの蹴り、下段下段、5、4、3、ダメージが硬い硬い、下段、さあ世の中の人間がシューは影に対して強いんじゃないかって勘違いしそうな勘違いしてますよ今、完全に勘違いしてます、そんなこと、そんなことはないんだ。さあ投げ投げ、さあダンス技が当たる当たる、これでいいんじゃないかって思ってきますよね。これシュー強いじゃん、強いじゃん、シュー有利、なことはない、そんなことない、なことはないないけども、さあ下段タイダウン、シューリーチリーチだぞ、さあ2-0、影の大影、旬の大影が変わるのか、さあここに来て、ここに来て、ここに、あれ、いや、しかしそうはさせない、ゲリラが、ゲリラがやり返していく、だがだが、ダウン攻撃入ってミドル、ピで止め、下段が、下段が、下段がいっぱい来る、あーっと、起き上がり下段、さあゲリラが取り返す、さあ投げ、投げて下段、お、再びこれが入る、さあ下段、どうする、おお、浮いたらいけるのか、浮いたら下段、さあ起き上がりゲー、下段、お、裏回って、あー、勝利で決める、さあ2-2マッチポイント、いやこれで決まるぞ、魔界王決定戦、さあ裏下段、下段からダブルアップ狙い、置き攻め、さあ、シューが取り返して、これが入る、あお、さすがに、さすがに、どうする、中段、どう、あーガード、ナイスガード、あー、おー、くぐって、これはタイムが、あー、カウンターで全然飲んでないのに、シューンが勝利、飲んでないっすよ、飲んでないっすよ、ゼロですよ、ゼロですよ、これゼロですよ酒などなかった、酒なんていらなかった、酒なんていらなかった、ノンアルコールがやっぱ今の時代ノンアルコールですね、ノンアルコールですね、ノンアルコールの時代ですね、ええ、じゃあおめでとうございます、シュウさん、おめでとうございます、ありがとうございますなんかもうマイクもやってはい自分で1位になってもう何なんだこれはって感じですけど、何なん、自作自演的な感じが、いやーシュン強いっすね、強いっすね、シュンこれ有利じゃないですか、パゲ全然俺がどんな気持ちで技を打ってるどんな気持ちで祈るような気持ちでまあまあまあ今日ね誕生日なんで、あ、そうだあ、シュン誕生日おめでとう、おめでとう、ハッピーバースデー、まあ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 、いい記念になりました、ええ、
というわけでプレゼントです、ハッピーバースデーのゲリラからのねプレゼントということで、魔界王魔界王帝のねバッジももらったし、あ、もらいました、お、はい、ということでしました。というわけで、バーチャファイター 3TV ランキングバトル、はい、今日は、週が1位ということで1位です、魔界入りはなし、はい、魔界はいつもの魔界でしたと、魔界は魔界でした、はい、はい、次回が、28日再来週ですね、お BT 杯終わってからの次の週なので、ある程度来るんじゃないかなって思います。ある程度もうね BT 杯終わっちゃえば、BT 杯終わっちゃえば、ね、はい、12月にもあの 3on3 が、予定してるんで、予定してますね、はい、ちょっとやり込み始める連中も出てくるのかなと、なるほどなるほど、まあぼちぼちまた 3TV やっていきましょうと、うん、まあ FS もね、はい、バーチャファイターはまあそこそこまあ、あるんで、あるんで、もしかすると何ですか、入るのかな、入らないかな、あそっか、なんかあれが何してああなってますもんね、なんか無課金版が出るとか出ないとか、なんかね、あれがああなってるわけですから、はい、でもあったら欲しいよね、無課金だったら、そうですね、本当にいいですよね、まあ、というわけで、はい、今後もバーチャファイター、ミカド、3TV は常時、2台以上、設置しております、はい、はい、今日はたまたま、キャリバーになってますが1台、おお、なんか入ってますね、はい、なんかまあたまにはいいだろうみたいな、たまにはいいだろうという、はい、はい、というのも入ってます、というわけで明日は、池田ミノロックが四ツ谷でライブというライブです、ライブです、こっちのイベントは、新サムのフリップと、はい、イグザードのいつもの大会、お、はい、いつもの固定3を、いつもの大会ですね、固定3 on 3がやってます、はい、日曜日、ブリキワンの、対戦会、はい、あと N9 だったかな、 N9 があったとかな、 N9 もあって、あとファイナルファイトリベンジの公式大会、これ公式大会なんですね、公式大会なんです、公認大会なんですね、あと、もう一丁ありましたね、6万バトル、6万パワーバトルのパワーバトル、ボスを選んで、はい、そのボスを両者戦って早く倒した方が、はい、あれタイム出るんですよ、はいはいはい、リザルトで、はいはいはい、リザルトでタイム出るんで、うん、それのタイムが早かった方が勝利と、なるほど、はい、そういう対戦の仕方、という対戦の方式でやっていきたいと思います、はい、公式大会です、なんと、あれですよ、なんですか、 DVD、 あ、じゃあサントラが出るんですよ、そうなんですよ、来月にファイナルファイトのファイナルファイト、ファイナルファイト、ファイナルファイト2、ファイナルファイト、まあガイ、IT、ファイナルファイトとかガイとかガイとかいろいろあるじゃないですか、いろいろありますね、いろんなあれのボックスが出るんですよ、はいはい、はい、CD のボックスが、はい、その中に、ファイナルファイトリベンジの大会の動画が、残されると、16日の大会の模様が、はい、そのサントラに付く DVD として付くと付くってことなんですね、はい、おまけじゃなくてもうプレスされて付いちゃう、付いちゃうすごいなそれ、付いちゃうので、それはどうなんですか、収録内容としては、はい、例えばですよ、はい、全試合入ったりするんですか、全試合入るかなと、あ、まあ要はこれで例えば、うん、まかり間違って128人とか来ちゃったりしたら、それは無理ですね、もう無理ですよね、はい、ベスト8からとか、はい、まあ、ある程度のじゃあ、ある程度の尺は入れられるので、入っちゃう、じゃあ、ただ残んないとしても、うん、ベストバウトとか、はいはいはい、そういうのは入れたいなとか、お、あとは大会参加者の、はいはい、全員の名前は、ブックレットに載りますので、マジっすか、ええ、これはちょっといいですね、乗りたいな一応実況も撮りますけど、入るかどうかは分かりません、あ、実況の内容次第ですね、実況の内容次第ですね、実況の内容次第、怪しいことばっかり言ってたらちょっと NG なんで、 NG になるかもしれないと、はい、あらあら、実況オンオフ版とか選べるといいんですけどね、はい、うん、ね、まあとりあえず、まあとりあえず、配信するかどうかちょっとまだちょっと詳しくは分かってません、なるほどなるほど、配信もまだ分からない、6番の方はするかもしれないですけど、うん、はい、とりあえず大会の模様が DVD に収録されるよと、収録されますと、DVD 出るぞ、しかもブックレットに名前載っちゃうぞ、載っちゃうぞと、ちょっとそれいいな、だから公序良俗に反する名前はちょっと NG と、 NG ですよね、はい、そこの辺はちょっとお願いしますね、はい、はい、
ちょうど、はい、うわー、僕も、ま、間に合ったら来たいですね、それ、じゃあまあそんな感じで、はい、6時からです。日曜日の6時から、はい、18時から、公式大会となります。はい、はい、エントリー開始なのでだいたい30分から1時間、まあだいたい30分ですね、6時半、サザエさんの始まる頃にスタート、スタートということで、の予定です。はい、はいはい、皆さんふるってご参加ください。まあ、ちょっと配信の方はわからないので、はい、ちょっとまあでもやっぱなかったらごめんねと、うん、まあ公認大会ですからね、やはりね、現地で見たいですね、これは、ぜひぜひご覧くださいませ。あ、そうか、16日氷さんあれじゃん、小姫じゃん。そうですよ、僕16日はニセガの方で、あ、ニセガでやんのあれ、はい、あ、ニセガのあの小姫公式全国大会のプレがニセガであるんで、あれ、あれは何時からですか。あれがですね、エントリーが 10時かな、まあ、12時とかから始まるの。エントリー当日エントリーあんの。当日エントリーも若干多分、うん、あの事前のウェブエントリーやってて、で、はいはい、当日も若干あるみたいですね。あ、若干あると、はい、あると思います。別に予選勝ち抜いたから出れるとかいう、そういうんで、そういう感じじゃないです。あ、まあ、プレーの大会なんでみんな楽しくやろうぜっていう感じです。ぜひぜひ。まあそれでね、はい、ファントムブレイカー仮面が、はい、最近ガチってていないんですけど、ミカドの方には。マジですか。はい、ミカドでもできるのに。ミカドでもできるんだけど、うん、ここにはガチではいないと。ああ、ファントムブレイカー仮面は出るしかない。高輪輪が出るしかないですね、こうなったら。高輪輪？高輪輪が。高輪輪が。高輪輪がまた CPU をクリアしたのだ。じゃあ後でやりますか。やりますか。やりますか。はい、はい、というわけで、はい、そんな感じで、はい、本日のランキングバトル、多数の参加ありがとうございます。ありがとうございます。よければ、閉店までの試合の方楽しんでてください。はい、また、次日曜日か、日曜日お会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。